はい、皆さんこんにちは。今日はですね、こちら東京駅に来ています。東京から今からですね、ある場所に行きたいんですが、そのある場所に行くルートというのが実は2種類ありまして、皆さんもね、一度は迷った経験があるんじゃないのかなというところなんですが、今回この検証をするにあたって特別ゲストにお越しいただきました、大角さんです。どうもおはようございます。ある場所っていうのが、はい、今回羽田空港なんですよ、はい、羽田空港って東京から行く場合2種類あるんですが、その2種類、大角さんご存知ですか？そうですね、まあ大きく分けて、まず東京モノレールを使うと、あとはそれから、まあ、京急を使う、はいはい、この2つがありますね。そうですよね、はい、まあ、その品川とか要は浜松町とか場所によってはそのどっちが早いっていうのは確実に分かると思うんですけど、これ東京駅からって結構グレーゾーンじゃないですかね。そうですね、まあ、どっちの方が早いのかっていうのはちょっと微妙なところでありますね。そうですよね、はい、ということで今回は僕と大隅さんで京急とモノレールそれぞれ乗り分けて羽田空港の第2ターミナルにどちらがね早く着けるのかというのをちょっと検証してみたいと思います。じゃあここからまずは2人とも一緒の山手線に乗って浜松町まで行って、じゃあそこからね分かれるという形で、じゃあ今回は行きましょう、はい、では今回もよろしくお願いします。はい、今回ねこちら切符チャージということで IC カードスイカに1000円チャージをして勝負をしていきたいと思います。なんですけれども、こちらね JR 切符のところにこれ東京モノレールなんですけど、羽田空港のもうね一括で発券できる切符が用意されています。またこちらですね、私鉄乗り換えのタップところで、ね、ハンサップすると品川乗り換えの京急の切符もねこちら羽田空港まで購入できるということになっています。で今回羽田空港京急側がなんとね470円、でそしてね先ほどの画面に戻るとこちらモノレールだと660円ということで、値段ではね京急が買っているんですよね。でもね時間はまだまだわからないということで、ここでまずじゃあお金をチャージしていきたいと思います。はい、ではねこちら改札に入っていきたいと思います。で僕もね大隅さんも IC カードで今回は入場します。切符がね好きなんですけれども、そこはね時間の削減という形です。そしてここから先ですね、品川方面に向かうのに対して山手線、京浜東北線、そしてね東海道線、横須賀線といった選択肢があるわけなんですけれども、今回は浜松町まで一緒にね行程を行くということで、こちらの京浜東北線をまずね使っていきたいと思います。こちら日中でしたので京浜東北線はね快速運転を浜松町までしているということで、快速大船駅10時46分の列車に乗っていきたいと思います。はい、ではねこの列車は東京駅の方を出発をしていきました。今回の対決スタートです。今回は僕が京急、そしてね大隅さんが東京モノレールという形で乗っていきたいと思います。ですので大隅さんが浜松町でこの列車を降りて、僕が品川までこの列車に乗っていくという形にしたいと思います。このようにね快速列車なので新橋や有楽町は通過をしていきます。一応ね浜松町まで一番早いであろう列車をね今回は選んでいます。はい、ではねこちら10時49分浜松町駅に到着です。こちらで大隅さんは降りていただきまして、東京モノレールの方に乗っていただきます。今回はね対決ということで、大隅さんにはねそのまま浜松町のモノレール駅の方に向かっていただきました。僕はねこの後品川の方まで京浜東北線に乗っていくわけなんですけれども、その途中でなんとね A700S スプリーブの試運転に遭遇することができました。ほとんどね乗ったことがない中で試運転に遭遇ってちょっとね嬉しかったんですけれども、こういった形でね JR の列車とすれ違うのもこの京浜東北線の魅力です。はい、ではね少し大隅さんの様子を見てみましょう。こちら浜松町駅にはモノレール乗り換え専用改札があるので、外にね出る必要がなくモノレールに乗り換えできます。この改札を大隅さんは10時51分にくぐられて、すごいね今躍動感のある走りでこちらのモノレールに乗車をされました。そして大隅さんが選ばれた列車というのがこちら10時52分発の空港快速羽田空港第2ターミナル行きです。さすが大隅さんと思ったのがですね、やっぱりね目の前に一番早い種別があったらやっぱりね乗られますよね。いやー10時52分にはすでにね一番早い種別に乗られているということで、かなりねちょっと僕にはね黄色信号という感じがするわけなんですけれども、こちらのモノレールで大隅さんは羽田空港に一足先に出発です。はい、このようにモノレールは上から JR を見下ろすことができます。今通過した新幹線、これは皆さん覚えてますか？先ほどご紹介した N700S の試運転です。こういった形でね大隅さんも同じ新幹線を見られていたということなんですよね。といった具合にこのモノレールは
浜松町から田町の手前まで JR を見下ろす形で並走をしていきます。ちなみに同じ新幹線を見たということは、僕は田町であの新幹線を見ていたので、乗り換えを踏まえて約1駅半分ぐらいの大隅さんのリードを今取っているということになるわけです。はい、そしてね、僕菅野は10時56分に品川の方に到着をしました。ここでね、ゆっくりしているわけにはいきませんので、すぐさま京急の方に向かっていきたいと思います。品川で京急の方に向かうには一旦中央改札ということで上の階に上がる必要があります。品川にはこのようにエキュート品川といったレストランが入った商業施設があるわけなんですけれども、ちょっとね、今回僕が乗った場所は乗り換えの場所に向けてですね、少しこのエキュートの中を歩かなきゃいけないので時間のロスになってしまいました。そしてこちらが京急線乗り換え改札です。そう、浜松町と同じでこのようにね、大々的に宣伝がしてあるわけなんですけれども、一旦コンコースに出る必要がなく、そのまま京急に乗ることができます。そしてね、この京急なんですけれども、次の羽田空港行き、なんと11時3分まで列車がやってこないということなんですよね。この要は10分間隔で列車が運転しているわけなんですけれども、ちょっとね、時間がロスです。ではね、ここで京急の改札に入っていきます。ここまでは IC カードで168円という料金でした。大隅さんが先ほど10時52分の空港快速に乗ってですね、羽田空港を目指されていたので、この品川の時点ですでに11分僕が遅れているということになります。ちなみに大隅さんは今どこかというと、こちら昭和島駅を通過中です。この昭和島駅結構面白くて、モノレールのね、対比があるということでね、左側に普通列車を対比させて、モノレールは最高速度でぶっ飛ばして羽田空港に向かっています。といった具合に特徴的な音を鳴らしながら、こちらいよいよ11時3分発の快特羽田空港行きが品川駅に入ってきます。ということで、やってきたのはこちら都営地下鉄の最新型車両5500型です。この列車で羽田空港の方に向かいたいと思います。こちらの快特は品川の後、京急蒲田羽田空港第3ターミナル、そして終点の羽田空港1、2ターミナルに停まっていきます。では11時3分大隅さんを追いかける形で、こちらの快特羽田空港行きは品川駅を出発をしました。ちなみにこの段階で大隅さんがどこにいらっしゃったかというと、目の前に飛行機が見えているように羽田空港第3ターミナル駅に入線しようとしていました。さすが空港快速ということで、めちゃめちゃ早いわけですね。いやー、勝負あったかという感じなんですけれども、まだまだね、わかりません。ということでね、再び京急の方に目線を移したいと思います。今、こちら、鮫洲駅で普通列車を抜いていきます。抜いていくというと結構早いイメージがあるかと思うんですが、実はこの列車、北品川、新馬場、青物横丁、鮫洲あたりではなかなか速度が出ませんでした。そしてこの鮫洲を通過したあたりで、いよいよ列車は速度を上げて110キロぐらいで走行するようになりました。ちなみにモノレールの最高速度は80キロ、まあこれでもめちゃめちゃ速いわけなんですけれども、それよりも30キロ速い速度で今モノレールを追っています。なんとかね、これで少しでも時間をね、詰めることができればと思うんですが、どうでしょうか。そして以前動画でご紹介したホームの途中から分岐がある駅、京急蒲田駅をこの列車出発です。次はもう羽田空港第3ターミナルです。この段階で大隅さんは羽田空港第1ターミナル最後の停車駅を出発しようとしていました。いやー、いよいよ苦しいという感じなんですけれども、どうなるでしょうか。その後僕も順調に加速を重ねまして、いよいよ終点の羽田空港第2ターミナル駅に到着しようとしています。今の時刻は11時17分です。東京駅を46分に出ましたので、約30分ぐらいでここまで来ることができました。いよいよこちら終点の羽田空港第1ターミナル駅に到着をしようとしています。ちなみにモノレールは第1ターミナル駅と第2ターミナル駅で分かれていたんですけれども、京急の方は1と2のターミナルはそれぞれ同じ駅という扱いになっています。そして大隅さんももちろん終点の羽田空港第2ターミナル駅に到着です。今回の集合場所なんですが、
第二ターミナルの一番大きなエスカレーターの地下部分というふうに設定をしています。ですので大角さんもそちらに向かっていただきました。モノレールは改札ホームを出まして、改札階がそのままねエスカレーターになっているので結構便利だなと思います。そして僕の列車快特も羽田空港に到着です。ではね、集合場所の方に向かっていきたいと思います。ちなみに集合場所への道順ですが、まずこちらホームから一つエスカレーターを上がって改札階に上がらなければなりません。そして改札を上ってもう一回ですねエスカレーターを上がらなければならないんです。こちらちなみに運賃は品川から292円でした。やっぱねかなり安いんですよね。そしてこの一番奥にあるエスカレーターをもう一回上がって、さらにこの通路を奥に行った一番奥がようやく集合場所ということで、列車降りた後ちょっとね経路が複雑になっています。ではいよいよ集合場所ですが、勝負の結果はどうなったんでしょうか。あ、大杉さんいましたね。お疲れ様です。今回はじゃあ大杉さんがまずね先に着いたということですね。どれぐらい前に着きましたか。ちなみに11時10分に到着したんで、はい、まあ、おおむね10分前ぐらいに。そんなに差が、はい、マジっすか。浜松町の乗り換えって結構スムーズでしたか。浜松町はね、まあ、ちょうどエスカレーター上がったらもうちょうど発車するところだったんで、はいはい、ちょうどね運よく空港改装がしまして、あ、まあ、こちらにね、まあ、すぐ、まあ、飛び乗ったんですけど、まあ、はい、こうした結果、まあ、10分ぐらい早く着いたという感じですね。そうだったんですね。僕、はい、実は品川でちょうど57分ぐらいだったんですよ。でその3分が空港駅だったんで、7分ぐらい駅で待ったんですよね。あ、そうなんですね。じゃその差ですかね。そうですね。あともし僕がその空港快速に、はい、乗り遅れて、はい、次の普通で来てたりしたら、はい、もしかしたらほぼ同車ぐらいになったかもしれないですね。ああ、でも今回はタイミングがまずめちゃめちゃ良かったっていうことがあるんですね。そうですね、まあ、僕がタイミングが良かったっていうのと、まあ、あと菅野さんがねちょっとタイミングがまあ良くなかったっていうのがあって、まあ、こういう風な結果になったっていうのがあるかもしれないですね。ああ、じゃあ今回はモノレールとね京急を対戦させたということで、モノレールの方が早く着いた、ただし安いのは京急だったということですね。そうですね、はい、はい、じゃあ今回ね本当ありがとうございました。もげさんもねよかったら東京駅からはですね早く行きたい方はねモノレールをぜひ使ってみてください。でも安くね行きたい方はね、もしタイミング良ければ京急もいい勝負かもしれないので、そちらもぜひご利用ください。では今回の動画はこちらで終了したいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画面白かったらぜひチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。